フランク・ベーデキント、フランク・ベーデキント、フランク・ウェディキンド、1864年7月24日から1918年3月9日は、ドイツの劇作家。本名は、ベンジャミン・フランクリン・ベーディキンド、ベンジャミン・フランクリン・ウェディキンド。ドイツ表現主義の先駆者、不条理演劇の先駆者として評価されている。代表作に、春の目覚め、地礼、パンドラの箱など、 ハノーファーで医師の父と女優の母の間に生まれる。父はかつてトルコ宮廷に仕え、3月革命後に国民議会の大議員を経験。その後アメリカに渡り、サンフランシスコで15年間医業に割っていた人物である。このため息子フランクはアメリカ国籍で本名も父の敬愛するベンジャミン・フランクリンにちなんで名付けられたものであった。 その父より20歳以上年下の母はアメリカで活動していたドイツ系スイス人の歌手でフランクの音楽的才能はこの母に追っている。夫妻は息子が生まれた1864年にドイツに戻り、1872年にスイスの上官を買ってここに移り住んだ。アーラウの修学校などを経て、1884年にローザンヌの大学でドイツ文学を呼び、 フランス文学を学ぶ。しかし同年中に、父の意向を受けて、ミュンヘンの大学に移り、ここで法学を勉強するが中途で打ち切った。作家活動に興味を持っていたが、父の反対に合い、ジャーナリスト、調味料会社マーギー、現在のネスレの宣伝部員と職を変えながら、ボヘミア的生活を送る。この間に、ミュンヘンやチューリヒの文学サークルに出入りし、当時怒っていた。 自然主義文学に触れるが、自然主義とは早くから決別する。特にこの頃に知り合った自然主義の劇作家ハウプトマンに対しては修正反感を持ち続けた。1888年、父が死んだことによって多額の遺産が入り、これによって作家生活の保障が得られる。1890年には代表作の一つ、春の目覚めを完成するが、 自然主義がもてはやされていた中でこの作品は受け入れられず、初演が行われるのは16年も後のことになった。1891年にパリに渡り、彫刻家、ウィリー・グレトワーの秘書を務める。この仕事の関係で一時ロンドンにも渡った。パリではまた、ストリンドベリとも知り合っているが、ベーデキンとは、後に彼の前妻との間に一子を設けている。その後帰国して、事例、 1896年を書き上げるが、これも上演できず、一時は、チューリヒを拠点として、コルネリウスミネハハという芸名の朗読家として、活動した、主要演目はイプンであった。1896年より、ミュンヘン八巻の風刺雑誌、ジンプリチシムスに、ヒエロニムスの筆名で盛んに寄稿。1898年、 一部戦劇場に役者兼演出家として契約し、地例を各地で上演。母方の祖父の名である、ハイン・リヒ・カンメラーを芸名として自らシェーン博士を演じる。しかしこの間、ジンプリチ・シムスに寄稿した皇帝ビルヘルムよに関する、風刺氏が不経済に問われたため一時中立に逃亡。1899年に結局ドイツに戻り、翌年まで要塞金庫系に服する。 この逃亡と復役との間に、カイト公爵を書き上げた。復役後ミュンヘンに戻り、この地に文学者と交流、文学カバレット、11人の死刑執行人に参加し、自作のバラッドをギターの弾き語りで披露する。また、ミュンヘンの劇場と契約し、1902年にはカイト公爵を上演し、自身でタイトルロールを演じる。1904年には、地礼の続編。 パンドラの箱を完成させるが、わいせつ文書として告訴され書物が押収される。しかし翌年より、ニュルンベルクの神話劇場で、ベーデキンと作品の連続上演が行われるなどして、評価が進み始め、同年には、ウィーンでもカール・クラウスの手によって、パンドラの箱が上演されている。ここで出演したに、ベーデキンとは、ルル役の演技として、初めて満足し、 ウィーンの女優ベルテ・マリー・デンクとの婚約を解消して、翌年彼女と結婚、後に彼女との間に二次を設けた。以降の作品に、ベッター・アシュタイン・ジョー、フランチスカなど、第一次大戦中の晩年には、サムソン、ビズマルク、ヘラクレスなどの歴史対策を発表している。平和主義者であったベーデ・キンとは、大戦中も戦争にコミットする言説を行わず、 必要最低限の愛国的発言をするにとどめた。1918年、中水炎祭手術後に、心臓衰弱と肺炎を起こして死去した。米的デキンとの活動初期はドイツにおける自然主義文学の勃興期にあたり、彼も早くから自然主義に触れたが、すぐに自分の性質の相入れないことに気づき距離を置いた。特に早くに知り合い剣を抱き続けた。 自然主義演劇の騎手ゲアハルト・ハウプトマントは作風の上でも大地される。ベーデキンとは誇張された表現を用いることを辞さず、登場人物の劇的性格をお時にグロテスクのまでに強調し、そのセリフは意思疎通のためにでなく、しばしば意思の通じ合わないことを暴き出すために書かれている。春の目覚めでは、青年期の性の抑圧を、地霊・パンドラの箱、ルルに部作では、 規制道徳から自由な女、ルルを描きブルジョア社会の欺瞞を攻撃したが、このために上演の遅れや出版停止などの浮き目を見ることにもなった。ベーデキンとの活動はゲオルク・ビューヒナーから、後の表現主義、現代演劇をつなぐ重要な一致にあり、特に皇族の劇作家、ベルトルト・ブレヒトは彼を敬愛し、影響を受けている。ブレヒトは初期にベーデキンとのバラットの影響を受けた。 詩なども作っており、ベーデキントの詩に際しては、彼のバラッをギターで弾き語りしながらレヒ側のほとりを歩きその詩、いたんだという。ルル二部作は、アルバンベルクのオペラ、ルルの原作としても知られる。春の目覚めは、スティーブン・セーターによって2006年に、ロックミュージカル化され好評を得た、春目覚め参照。このかベーデキントは1903年に、 閉ざされた環境で過ごす少女たちを手記の形で描いた幻想的な中編小説、ミネハハを書いており、これは2004年にフランス・ベルギーで、エコール、現代は、イノセンス、として、2005年にイタリアにおいて、ミネハハ秘密の森の少女たちとして、それぞれ別個に映画化されている。ティルオイ・レンシュ・ピーゲルを素材とした作品を書いたことがある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。